来た！大変です！どうして？松永久秀と名乗る奴が石膏を人質に取り、人を連れてこいと。小次郎、アイオーケー？無論、背中の守りはお任せください。それがこの小十郎の役目。分かってるな。はっ、皆の命必ずや救い出しましょう。オーケー、俺に続け。承知。一つ、二つ、また一つ。人は生まれて壊れることの繰り返しだ。やあ、独眼竜とその右目、よく来たなと言いたいところだが、機嫌はあまり良くないようだな。てめえ、自分がしたことをよく分かっていないようだな。そいつは失敬。これで勘弁してくれたまえ。ダリ！ふん。さあ、それをもらえば以上で終わりだ。解放しろ。人を評論のダメです。いや、見事見事、 K は全くもって清らかな男だ。実に救いがたい。いやはや、全くだ。マサオレ様、龍の爪、確かにいただいたよ。街道は戦が要、我が隊に渡していただこう。真田隊、いざ進撃。急げ、おめえらは先に行くんだ。小十郎様。わかりました。ここは誰一人通さねえ。誰一人だ。俺の覚悟を超える自信があるか。ならば一つしかない命を懸け、
かかってこい。この戦、もはや一つの勝負を残すのみ。最後に立ち上がるのは秀吉、この真田源次郎幸村、どちらか一人。何をしている？本気を出せ！どういうつもりだ？行かれよ。急ぎ奥州へ戻られよ。情けをかけるなと言ったはずだ。いいな、情けではない。政宗殿にお伝えくだされ。傷が癒えたその時こそ貴殿と勝負すると。小十郎、あいつらを置いてなぜ帰ってきた？大将とはいかなる戦においても生き延びなくてはならぬもの。あなたが背負ったものと、あなたの殿下を待ち望む民を思えばこそ奥州へと戻りました。お前の言うことはもっともだ。左か揺れる天秤を眺めるのは好きじゃねえ。俺はどっちも掴んでみせる。どけ小十郎。今回ばかりは無茶を通すことはできません。止めるためなら。刃を交えることも辞さぬ構え。上等だ。俺としたことがクールじゃねえな。だが倒れるわけにはいかねえ。カモン、並ぶや。俺はまだ。マサムネ様、死を恐れたことはない。だが死のうと思ったことは一度もないか。この小十郎、あなたの二つの宝、部下の命と竜の刀を取り戻し、必ず戻ってまいります。
Kの顔を見たら思い出したよ。人質だ。人質は目的達成のための手段。無事でこそ意味がある。しかし目的を果たし、彼らが無用の長物となった今、さてどうするべきか。松永、てめえ、くたばれ。さすがは風魔、良い仕事だ。では失礼。おら！聞こえたぜ、斧の切れる音が。殺す。松永、てめえには地獄の扉の開き方を教えてやる。木は好きだ。千年かけて築いたものを一瞬で葬り去る。この虚しさに何とも言えず心が和む。松永、てめえはダダをこねるガキと同じだ。それはもっともなことだ。次はケーラの燃えゆく番だ。さあ、私に虚しさを味わわせてくれ。せや！見たまえ、これが時間の破壊だ。せいや、くたばれ。屍は残さないようにと決めている。お別れだ。総流。地獄への扉は無事開いたみてえだな。政宗様、元より覚悟はできております。あなたに
暴挙、許されることではありません。竜の刀、そして皆の命、あなたの二つの宝を取り戻した今、この小十郎にできることはただ一つ。野望はなしだぜ、小十郎。政宗様。